はい、皆さん、こんにちは。えー、レクセン講師の森山です。 本日は、まあ、合格に必要な独学力の鍛え方、自、まあ、動的にならない講座の利用法といったタイトルのところで、私の方からお話をさせていただきたいというふうに思います。まあ、今日は、まあ、山の日というところで、まあ、祝日ですね。ですから、ちょうどこのお昼の時間からということになりますが、お付き合いいただければというふうに思います。それでは今回ですね、こちらのレジュメの方を使っていきますから、こちらのレジュメの方を手元にお出しいただいて、聞いていただければというふうに思いますで。私の V マジック攻略講座、こちらの開講がいよいよ来週にせ 待っておりますから、まあ、今回はその独学力のどうやって鍛えるのかといったともに、まあ、講座の利用法と書いてありますからその V マジック攻略講座こちらのですね概要などについてもお話をしてこの中にはですねその講座を受講するという方もいらっしゃるでしょうからその受講の仕方や注意点などについてもお話をしていきたいというふうに思いますそれでは始めていきたいと思いますでまず2ページのところから始めていきたいと思いますが、まあ、その前にちょっと1つ不満というか えー、いいいうう話をしていきたいと思うんですけれどもよく予備校なんかでは、まあ、今年の問題の分析というところが行われて、まあ、レックなんかでも検証会これが行われます。それからまあ他の予備校なんかでもですね今年の試験はこうだったよと、えー、いう話をしますが、まあ、そこでよく言われるんですよ。まあ、今年はこうでしたからこういう対策をしなければいけないねと、えー、いう話がよく言われます。例えば、えー、今年の午前の分についてはもう規範つまり事例問題ではなく条文の形で出た。 ですから来年に向けてはきちんと民法の条文もやっていきましょうみたいな、まあ、その話を予備校で聞くんです。でもそれって気をつけなければいけないのは今年だけの傾向ですよね。だから試験の対策を立てるためにはもちろん今年の問題こうだったからこういうふうに勉強しろっていう点は一つはあると思いますけれどももっと大きな目で 今年だけけの可能性ってあるわけですよですから、まあ、今年こうだったから民法の条文やりましょうということではなくそういう問題が出てももちろん大丈夫なようにはあらかじめしておかなければいけないという話であって、まあ、今年の問題がそうだっったたからといったこといこでではないわけですよね例えば、まあ、私のこの V マジックというテキストなんかではもちろんそういう規範の形で出るのは当然想定してえもちろん「例えば」の形で事例も書いてありますが。 ほとんど条文のままの形でも説明されています。もちろんえそのままの形で掲載することによって固くはなってしまいます。ですからデスマス帳で、えー、ちょっと崩して書いてある方が読みやすい点はあるかもしれませんが、ただそれをきちんと書いておかないと、それがそのまま出た時に対応できないわけですよね。 ですからそれをしっかり書いた上でその後に例えば何かで崩して説明すると必ずそういう形をとっています。ですから事例で出たらわかるけれども、えー、その事例がそのまま出て,出て,出ていないと、えー、条文の形で出ると、えー、規範の形で出るとわからないということには ななならないはずなんですよねでも例えば過去問を事例のままやっていたえですから過去問やればいいですよとか言われてやりましたとでも過去問を丸覚えしてましたとで本試験取れませんでしたということになってしまうあそれがよくなかったよねって言われてもじゃあ初めからそう言っといてよって話になってしまうわけですよね、えー、それから例えば刑法なんかでは古い過去問が出ましたと、えー、もうすごい昔の過去問出ました じゃあ、これからは古い囲問ま,まで手を広げてやらなければいけないよねというふうに言われたりするんですが、まあ、そうではなくじゃあテキストにそれを載せとけばいいじゃないかと講義で説明すればいいじゃないかというふうには思うんですね例えば場所的適用範囲なんかでも、まあ、携帯使用書士なんかに私はきちんと載せておりましたから、まあ、そんな形できちんと自分の講座やテキストの中で処理をしていくというふうにするのが私はまあ責任かなというふうに思ってますが、まあ、そういうことで何を言いたいかというと話がいろいろ広がってしまいますが、まあ 今年の問とえうことですよね。でまあ、これ私が受験の時も不満,不満だったんですけれども平成11年に合格をしましたが、まあ、その前の年にちょっと規律の傾向が変わったんですね択一も少し傾向が変わった問題が平成10年出ましたそしたらその問題と同じ問題同じ形の問題だけをやっぱりどの予備校も、まあ、レックも含めて出してくるわけですよ。 でもそれってその前の年にしか出てないんだからもうそればっかりはやめてよっていうふうには思ってたんですがやっぱりそうなってしまうだから皆さんも勉強する時にまず気をつけてほしいのは今年の問題がこうだったからこれをやろうという短絡的なまあ発想ではなくもっとこう例えば34年を見て傾向が徐々に変わってるっていうんだったら、まあ、それは合ってるかもしれませんが、まあ、今年の傾向だけで決めるということではないんだということですよね。でえーまあ、あのちょっと話が、 えー、そういうところから入りましたけれども、まあ、よく、えー、この分析というところでそういうことが言われておりますから、最初にちょっとお話をさせていただいたということです。では、ちょっと2ページの方からお話をさせていただきたいというふうに思います。で、2ページのところですが、合格することの意味ということで、まあ、ちょっと人数的な話のところから、あるいは点数的な話のところから、えー、していきたいというふうに思いますが、まず、えー、今年のデータというのはまだ発表されておりません、だからこれは令和4年のデータを載せている。 令和4年のデータを載せているということですね令和5年のデータに関してはまあ、これから8月14日のところでまずは基準点卓一の基準点が出されますでその後に今度は合格発表と一緒に詳細なデータが出ていきますがですから令和5年のデータえ最新のデータはまだ受験者と 出願者数ぐらいしか分かりませんから、まあ、これはまだ使えませんので令和4年のデータでちょっと見ていきますえつまり数字から見てどういう点を取れば合格できるのか何を目指せばいいのかといったところですねそうするとまず頭の方から見ていくと午前の部の基準点が81点27問で午後の部が75点25問ですねでそれを両方クリアすると記述の採点がしてもらえて記述式が35点です でこの基準点を全部合計すると19、191点、191点、ではこの191点を取れば合格できるのかというとそうではなく、216.5点取らなければ合格できませんから、その差が25.5点、25.5点存在します。えつまり、 た一の基準点をべて取ったうえすべての基準点取った上で25.5点を上乗せで取らなければ合格できないということですね。で皆さんに目指してほしいのはこの上乗せ点を択一で取る択一で取るということですね。でこれを、まあ、今年の夏もよく言ったんですが期日で取ろうと思ったら至難の業です。だって、えー 比率が例えば35.0だとするとそこに25.5足したらもうこれはすごい点数もう 60, 近い60超えてますよね。ということで70点のうち60点取ったらこれはもう上位10番ぐらいに入りますよ、まあ、順番で言うと順位でですからそれぐらいの重さにならなければ比率での上乗せ合格というのはなかなか難しいところが卓一で上乗せを取ろうと思ったらそれは可能です。 ですから、択一で言うと1問3点ですから、これ8問か,8問から9問ぐらいですよね。だから、択一で8問、9問上乗せしていく。例えば、平成、令和4年で言うと、これ30問、三十問取っていけば、これ8問上乗せですよね。えっ、ー、と、午前の部が3問、午後3問。ですから、まだ、えー、もう1問取っとくといいかなというレベルではありますが、ただ30、30ぐらい取れば、 ほととんど卓越で逃げ切ってると言えますよねそうすると何が言えるかっていうとこの年は3030 30でもまだこの25.5には達しておりません25.5には達しておりませんから期日で、えー、基準点プラスちょっとだけ必要ですが、まあ、例えば3031取れば、えー、これ期日が基準点ギリギリで OK になってくるわけですよでこれを目指してほしいだから皆さんが目指すべきは 択一の基準点ではなく択一に関してはもう合格点もう逃げ切り点を目指すというところまでやっていかなければいけないでそういう勉強をしていくんだということをまずは認識をしていただきたいというふうに思います3030 30ぐらいであれば順位的にも可能だしこれはまあ規律で上乗せるよりは全然可能ですからきちんと択一で合格点を取って逃げ切っていくということが必要になっていきますでは次に人数的なお話をちょっとしていきたいと思いますが 出願者数が1万5693人ですがで一番下の数字を見ると合格者が人です合格率5%ですからそこま,で,絞られていますではどうやって絞られているのかということをちょっとお話をしていくとまずいきなり5%になるわけではなく徐々にハードルがいくつかあるというイメージですよね。 でまず、出願者数が1万5693人で、受験者が1万2727人ですから、この段階ですでにハードルが一つあるんですよ。出願してるけど受けない、出願してるけど受験しない、これでもう80%に減ってます。 で受験しなければはじ始まりませんからこの受験者をこれからベースに見ていきますそうするとその下基準点突破者数が午前の部が3642人午後の部が2876人卓越療法が2316人これで受験者の大体 20%18% ですねですから基準点、えー、午前午後つまり卓越の基準点を突破するということは全体の受験者の2割ということです でそこから既逸式の基準点クリアした人が1160人ですからそこからさらに半分になるってことつまり択一の基準点で20%に絞られてその中のさらに半分に絞られるっていうことですねでさらに1160人からさらに半分に絞られて659人これが最終合格ということですですですから全体の人数から言うとまず択一の基準点で2割。 それから、既立の基準点も含めると1割、でそれから最終合格が5%といった絞られ方になっていくということをまずは理解していただきたいというふうに思いますね。で、ここで、基準点というのがもう上位20ですだから皆さんの中には、いや、基準点は突破できたんだけどって方もいると思います。 まあもちろん基準点突破するだけでは合格はできずに今言ったようにそこからの上乗せが必要なんですがただ、基準点突破するということは上位20%に入っているということもう1万、えー、5千人1万2千人の中の、えー、ですね2ね0千人には入っているということなんです。ですからまずは 基準点を突破するというだけでも結構な話なんだ、結構すごいことをやってるんだということはまずは認識していただいて、例えば基準点を取った方っていうのは、まあ、基準点しか取れませんでしたってよく言うんですけれども、まあ、基準点をまずは突破してよってことで自分を褒めてほしいと思うんですね。そこはちゃんと勉強してなければ突破できませんから、だから今からお話をするんですけど、え基準点を突破した方はどうして基準点を突破できたのかってことも、ちゃんと自分を褒めると同時に、客観的に分析してほしいんです。今かかららお話をしますからね あのダメだだったことだけじゃないんですよ基準点突破するってことはもう「午前6時」で言うと26問とか27問取ってるわけじゃないですかその取れてる勉強って何やったのっていうことをちゃんと考えてほしい自分をまず褒めた上で基準点突破するってことはもう上位20%に入っているでよく考えていただければ普通の試験ってそれで合格ですよ。少々試験がもう難しいだけで普通は上位20%に入ったら5人に1人になったらあそれも合格ですねってなる試験が多いです。 この試験が難しいだけで、それはもう褒められるべきことなんです。まあ、合格するまで誰も褒めないですけどね。だから自分で褒めていただくと同時に、客観的にも何をやったのかって分析はきちんとしてほしい。もちろん届かなかった部分を届かなければいけないですから、そこは足りない部分を補わなければいけませんけれども、ここまでやってきた方法って何だったのか、その中で何がそこまでいけた要因なのかってことをきちんと分析をして始めてほしいということになるわけです。で、この表から分かること、もう一つ。 最終合格者が659人いますがすべての基準点合格した人が1160人いますその差が501人このの方ってていいうのは合格してない人ですよねえつまり基準点をすべて突破して最終合格してない方が501人いますその500人っていうのは来年受けますまあつまり今年受けたってことでしょうね だからこの試験っていうのはもう基準点突破した人がまた500人ぐらい,いてその人がまた受けてくるんですよ。そういううういいいい人たちがライバルな試験だっててこととを、ままずは認識してほしほいいうふうに思いますえ。つまり私はよくもう夏ぐらいからしっかり勉強しましょうと来年受けるためにはもう最終合格発表まで待つのではなく もちろんそれは個別相談なんかもたくさんやってますから人にもよりますですからあなたはちょっとゆっくり休んでた方がいいですよっていう方ももちろんいますもう本当に合格レベルまで行きましたともう多分合格ですねともう精神ともにもうやり尽くして今は何もできませんあそりゃそうだよね休みましょうみたいな話をすることはありますが基本的にもう来年目指そうと思ったらもう早く勉強始めないといけないどうしてかっていうとこの 500人の人との勝負だからですつまり600何人700人近い合格者の中の500人はすでにもう基準点突破したそこからスタート地点なんですよそういう人たちと戦わなければいけないわけですからきちんと効率のいい勉強しなければいけないしきちんと8月から勉強しなければいけないだから8月14日の基準点発表後は もうううなるべく早く早スタートしてしててほいいというふうに私は思っておりますでここまではゆっくり休みましょうと話をよくします。だってこの試験というのはもう基準点突破しましたというレベルまで行くためにはやっぱり尋常じゃない勉強してるわけですよ。そうすると心身ともに疲れてます。でその状態でそのままスタートしてしまうと疲れたままスタートするとやっぱりどっか波に乗れないんですね。だからまずは1ヶ月休んでもいいですよと話をしますがその後の再始動というのはやっぱりやらなければいけないかなというふうに思います。 では、えー、具体的な勉強法に入っていきましょう3ページの方にいってくださいまずは2番、えー、確実合格のための学習法と書いてありますまず星のう自分に足りないところを埋めていく分析の重要性です自分がこんな勉強ししてましたでも まままたたた同同じじ勉強ししして、てて結果にになななりましたっっいいう風になって欲しくないんです、ね、で、1年目の勉強であればみんなスタート地点一緒ですから基礎講座を受けて今日やったことを覚えましょうみたいなみんな同じような講座を聞いて、まあ、同じようなことを覚えてってことでいいんですがそういう勉強して例えば1年経ちましたとそうするともうみんなバラバラな。 位置にいるわけですね。自分はちょっと過去問が解けてません自分はまだインプットができてませんまだあインプットのテキストが理解もできてませんいろんな場所にいますですからその何が足りないのかを分析してそこを埋めるように勉強していかないと同じことになっちゃうアウトプットが足りてないのにまたアウトプットをしませんでした、えー、しっかり覚えようとしてないのにまた記憶の精度が いまいちでしたってことになっちゃいますからあ何が足りないのかをきちんと分析をするというところから始めてくださいでその下の資格の中、まあ、空欄になってるのでまあ自分で埋めていただければいいんですが先ほどお話した通り、りこれをやったほうがいいと自分に足りないところはここだって分析すると同時にこれをやったから成績が上がった例えば自分はあ民法は取れましたと会社法は取れましたと、えー、民訴はできましたっていう方はなんでそれができたのか。 あ民だけはここうういうことやってましたあじゃあ同じようにはいかないかもしれないけど他の科目でもそういうふうにやればよかったんじゃないあそうだねみたいな話になるわけですよ。だからとにかく、まあ、基準点とか言ってる方はその基準点を取るために何ができたのかってこともちゃんと考えてでそれはしっかりやっていくと同時に足りりなないい部分があるはずですすからそれを埋めていくってことこ必要になりますでその時に本試験だけで分析をしない。 でもしだとかそういうことも相互判断して自分はこれが足りないんだってことをちゃんともう少し分析を深めていくってことが必要ですね。だって本試験って1回だけでそれが平均的な問題なわけじゃないんですよ。例えば自分はちょっと記述の問題ができませんでした不動産投機の記述で枠ずれしちゃいました今度からああいう問題で枠ずれしないようにします。いやもうあんな問題は二度と出ないと思っていいでしょうね。あれはひどい問題です。で、出題者があの、まあ、やっぱり 取材ミスに気づいてないというか、まあ、取材ミスですよ。ですから、あの問題のところで、まあ、あれですよね。第一弾が抹消なのか、移転なのかって話ですが、もちろん、それが唯一感に決まらないってことは、もう取材ミス。 っって言って言もいいですただ法務省は多分認めないですよね。で、期日が没問だってことになると、それはもう試験としての点をなさなくなりますから、まあ、ほうんまあ、法務省の方はですね、択一が没問になることは認めるんです。え今年の第9問は、ミスでした、ごめんなさいえ、全員に正解点を出しますってことは言うんです。それはその1問、全員正解点出せばいいだけですから。でも、期日の取材ミスは絶対認めないと思います。えもううう試験の手をなさなさいいからだかららだこういう 主題、えーまあの趣旨のところでもどっちとも取れるようなあ話をして終わりかなというふうには思いますがとにかく、まあ、そういう問題が取れませんでしたというのはごくごく当たり前な話であってそれ,を、えー、それだけでじゃあ不動産投機の規律を今度は、えー、なんかおかしな問題が出ても取れるようにしますとかいう必要はないかなというふうには思います。 でそれからですねもしそこで分析をするならばその不動産登記でハマっちゃって商業登記の方に時間が来てもいかいけませんでしたっていうのはこれはミスだと思いますねだから不動産登記で時間使っちゃったらもう時間が来たら商業登記に行くあるいはまあ商業登記も見てこっちのが解けそうだと思ったらそっちを解くということは作戦としては必要だったはずでもしそういう方がいたとすればそれは不動産登記の能力が 足りないのではなくその、えー、当日の作戦ですよねこれをしっかり立ててそれを守るようにしなかったという方があまあ大切というふうになるかと思いますとにかく、えー、自分に足りないところを埋めていくんだということですねでは次に星の2の方を見てくださいでじゃあ まあ一般的な話になりますが、どういう勉強が重要かというと、正確な知識がやっぱり必要だって話は、まあ、前のガイダンスでもしましたが、まあ、正確な知識を本試験で思い出せて、それを適用できるようにしていくってことが必要なんですが、じゃあどうやって知識を身につけるのかというと、カッ一1番、総論。理解して、記憶して、練習して、繰り返す。そうですねえ。まずテキストなんかで理解をしなければいけないし、その理解をした上で記憶をしていかないといけない。で記憶をした上で、やっぱり問題練習して、 え思い出せるようにしていく。で、えー、その本試験で思い出せるようにするため、にやっぱり繰り返し繰り返し勉強しなければいけないということになります。で、ここで考えてほしいんですけど、ね今回のタイトルは独学力ということになりますが、これのほとんどって自分でやんなきゃいけないんです。で、まあ、予備校っていうのは、まあ、皆さんに理解をしてもらうという風に、まあ分かりやすい講義をしていくということをやりますし、で私の V マジックの講座でもやりますが、記憶。 それから過去問の演習それを何回も繰り返して覚えるようにしていくっていうのはやっぱり自分でやらなければいけないそこはまずは認識していくだから勉勉強強のののほとんんどは独学の時間でですす予備校の講座を聞いいてるだけが勉強じゃないんですねまずはそこは認識してじゃあその独学の時間を有意義にするためにつまり独学力を磨くためにどういうふうにすればいいのかってお話をちょっとしていこうということになります で皆さんは、まあ、こうやって予備校に来てもらうということはちょうど予備校の力を借りようということになると思います。それは非常に有効だと思います。やっぱり、えー、合格者を見ても予備校を利用している人がほとんどですから予備校を使って、えー、方向指示器のようにあ予備校がこっちに行けっつってるからついていこうというのは、まあ、非常に有効な勉強です。ただだ講座を受けけてるですから例えば講義を聞いて、えー、それを理解する。 で、記憶する思い出せるようにする過去問解くこれは自分でやらなければいけないただ予備校を利用するときになんか過去問解かなきゃいけないけど面倒くさいなじゃあ過去問講座とかないかなって皆さんすぐ探そうとするんですよでもそれはやんなきゃいけないですよねですからその自分でやんなきゃいけないことと予備校ができることってのはちゃんとし別をして自分でできることは自分でやらないと絶対何年やっても受かりませんからね だから過去問をちょうど予備校に頼ろうとかあ記憶を頼ろうとかいうことではなくその材料を頼るのはいいですがやるのは自分だってことはまずは認識をしていただきたいというふうに思います。よろしいでしょうかね。ということになります。ではちょっとこのあと一つ一つ見ていきましょうまずは正確な知識を身につけるためには理解して記憶をしていくそれを本試験で出せるようにしていくってことになるのでその流れを実際の本試験問題で体験していきましょうってことになります。 まず、えその下に令和五年第六問、民事保全の問題があります。四ページの方に行ってください。四ページの方に行くと、え選択肢の A、保全命令の申立てについて、口頭弁への部内で決定する場合には、理由の用紙を示せば足りると書いてありますね。 でその下に参照過去問があります。保全命令の申し立てについての決定には利用さなければならないが口頭弁論を経ないで決定する場合には理由の用紙を示せば足りるということで、もう過去問と全く一緒ですから、もちろん丸ですよといった形になりますね。保全命令の申し立ての決定は理由をつけなきゃいけないよ。ただ例外的に、口頭弁論を経ない場合には理由の用紙でいいんだ。理由、理由の用紙ってことをしっかり覚えて、その覚えた知識をこの問題に当てはめればいいわけです。 じゃあどうやったらその知識が覚えられるかって言ったら一つは過去問ですよ。こうやって過去問に全く同じ問題が出てますから、まず過去問の知識をしっかり身につけること。で、平成22年にも同じ論点の問題があって、え仮の地位を定める仮処分命令の申し立てについて、言葉への券内で決定する場合には決定に理由を付さなければならないが、係争物に関する仮処分命令の申し立てについて、言葉への券内で決定する場合には理由の要旨を示せば足りる。これも、 同じような問題ですがうろ覚えでやってると丸にしちゃいます確か原則が理由で例外が理由,え理由の用紙でよかったよねえー、と前段部分が理由前段部分が理由うん合ってる合ってるで例外が理由の用紙合ってる丸じゃんって思いますが場合分けの軸が違いますよね 保全命令の申し立てについて理由を伏さなくていいのは利用紙で示せばいいのは口頭弁論を経ない場合つまり口頭弁論を経た場合と口頭弁論を経ない場合で場合分けをしているのにでこれは仮の地を定める仮処分の命令なのかそうじゃないかで場合分けをしているということで罰ですで。今年の本試験でもこの私はよくダミーの場合分けって話をよくして。 まあ今回まあ各地方いろいろえまあキャラバンなんて形で行きましてそこではそのダミーの場合分けについて詳しくお話をしたんですがまあ今年も同産質なんかの場合でダミーの場合分けを使った上手な問題を出してきて正解率を下げてきたんですがまあこれもそうですよねこのダミーの場合分けってその場合分けの軸っていうのは例えばグラあの 表で覚えてる方はもう左端の軸で書いてあってでそれが中身を覚えるじゃないですかそうすると中身は一生懸命覚えるんだけど何が軸だったか覚えないんですよねだからそういうところもしっかり場合分けのところが何を場合分けの軸にしてるのかっていうところもしっかり覚えていかなければいけないということになりますでその後に携帯使用書士ねこれ私が書いたまとめ集ですが載っております えー、保全命令の申し立てについての決定には理由を付する必要がある。ただし、事、え、前、ー、の経内で決定する場合には理由の要旨を示すは足りると書いてあって、もちろんこれ条文のままですから、まあ、本試験の問題は簡単にできたかなと思います。ただ、正確な知識というのを身につけるっていうのは、まあ、今の段階ではこれを丸暗記することではなく、その後、えー、今度は4ページの下のところで、まあ、私の V マジックのテキストからの引用がありますが、 まずは年内のところでは丁寧にインプットをしてほしいというふうに思いますがそれはどういうことなのかというとその下の V マジックのテキストのバスのところを見ていただくとまず保全命令という用語に注意してほしいと書いてありますこう,こういうところからしっかり勉強してほしいんですよで保全命令は仮差しをさ命令仮処分命令、まあ、仮処分命令は係争物に関する仮処分命令仮の地を定める仮処分命令の総称だと条文上保全命令はと規定されているものは 仮仮差しし押ささえ命令仮処分命令令処分共通して適用されると条文上保全命令はと規定されているにもかかわらずえ本試験において仮差し押さえはどう仮処分はどうと異なるものとして記載された選択肢が作られ以上のことを知っているだけで簡単に誤りであると見抜けることも多いというふうに V マジックに書いてあるんですがまずこういうところからしっかりつまり過去問を社ニムにやるのではなくきちんと理解をしてえ論理立てて考えて覚える。 でここで言うとまずは保全命令言葉をしっかり覚えなきゃいけないわけです。保全命令っていうのは仮差し押さえ仮処分命令の総称だと。だから条文上保全命令って言葉を使っているときには絶対、えー、仮差しと仮処分でとか、えー、仮の地を定める仮処分でとかいう場合わけはないわけですよ。そうすると今回この携帯書,書,書にまに、あ、16条書いてありますが保全命令の申し立てっていうのがこの趣旨あの条文知識なので、えー、平成22年のような場合わけっていうのは ないいんだととうことがまず分かりますますずこの年内に私はよく丁寧なインプットをしようだからこの V マジックの攻略講座でも年内はしっかりインプットをやりましょうってお話をしますがそこではこういうところからまずはスタートしなければいけないしこれから独学で例えば V マジックのテキストなんかを勉強しようって方もしっかりこういうところまで考えながらまずはインプットしてほしいでまずはこの用語の射程距離とか場合分けだとかそういう丁寧なところからスタートしてほしいんです。 例えば、これ本試験でも有効で、今回も保全命令はっていう条文であれば、場合分けは、その仮差しと仮処分の間にはないわけですよ。ですから、このダ,ニダミーの場合分けなんていうのはまず気づけるわけだし、例えば、本試験で、 この言葉がどこまで示しているのかっていうのは必ず押さえておかなければいけないわけですよね例えば設立って言葉もそうですよえー、本試験で設立って出てくれば発起設立募集設立だけではなく組織再編による設立なんかも含んでるわけですよね ですからそういう用語の使い方でもきちんと考えておかないといけないわけです。で、リード文なんか読むときにも、発起設立はって書いてあったら、赤、ーまでは発起設立の知識しか聞いてないわけですよ。まずはしっかり、えー、そういうですね、えー、問題にも対応できるように、用語のところからスタートする。で、5ページの頭に行ってください。415から416条で、かっこ1原則っていうふうに、ちょっとあの V マジックのページが進みまして、えー、保全命令についての欠点にや利用さなければいけないっていう、まあ、 今言ってる知識はまた書いてあるんですが当事者が不服申し立てをするか否かの判断をする際の資料とするためだって理由が書いてあります。V マジックのテキストは理由が書いてあるし講義なんかでも理由言うんですけどまず何で理由まで書いてあるのか理由が試験に出るわけではありません理由を覚えることによって理由を見て納得することによってその知識が覚えやすくなります。で本試験でど忘れしても思い出しやすくなります。 ここで言うとああ当事者が不服申し立てるときに確かに理由が書いてなきゃどういう不服申し立てていいか分かんないもんねあいつなんで仮差し押さえしやがったんだよみたいな話になるわけですよあだから理由がちゃんと書いてなきゃいけない過去には例外の方を見てくださいただし、えー、口頭部の部内で、えー、保全命令の決定するには理由の用紙を示せば足りると、えー、ごく簡単に記載するしか方法がない場合があることを考慮し、えー、民事保全の緊急性の要請から規制を緩和したものだ こここれもここだけ取りたいまあのまあごくごく短く引用してますからまだ分かりにくいかもしれませんけれどもこの前とかにいろいろ書いてあるんですがまず緊急性だとえ民事保全は緊急性だよって大きな思考回路があるわけですで。それを前提にした上えで緊急的なものだしかも口頭弁論経てないんだから正確な理由書けないよね。 っていうふうに分かれば、あなるほど、そうか、あ、口頭弁論経てないんだから、理由が正確に書けるわけないから、用紙で十分、容詞でしかいけないよね。ってことを納得すれば、もう一度前のページに戻っていただいて、平成22年の問題にしても、あれ、場合分け何だったっけえ確か、理由の用紙っていうのは、口頭弁論経てないから、簡単にしか書けないのが理由だよね。ってことは、こんな場合分けないよねっていうふうに分かるわけですよね。まずは、 遠回りのようですが年内のところはしっかり座ってインプットしてほしいということになるわけです。で今度は4ページの頭に戻って選択肢の「お」保全命令は債権者にも送達をしなければいけないと書いてあります。でこれもですね債権者に送達をするで債務者にしか送達をしない、まあ、債務者には送達するんでしょうが債権者にもしたっけ債権者にもしたっけこれも覚えればいいんですよ。 例えば、5ページの参照過去問のところに同じ問題もあるし、それからまあそうです、ね、参照過去問の2つ目、これもですね、係争物に関する場合はっていう変な場合分けしてますが、その下の携帯使用書士を見てもらうと、5ページの下、一番下から2つ目の枠ですね、保全命令は当事者に送達をする必要があるということで、当事者、債権者にも債務者にも送達をしなければいけない、これがまあ知識ですよ。で、携帯使用書士なんかを繰り返しやっていけば、できます。 ただ、年内はそういう勉強ではなく、その下、ちゃんと理由付けを含めて勉強してほしいということで、えー、V マジックの引用がありますが、保全命令は当事者に送達をしなければいけない。保全命令は債権者に保全執行を認める重要なあ裁判である上に、保全執行期間、不、え、服、ー、申し立て期間の式を明らかにする必要があるからだと。なるほど。 保全命令が出されてそれてそで執行のの申立てててをしていくとその期間って大事ですよね何日とかですからあ、それを明らかにするためには、ちゃんと債権者に伝えなきゃいけないねということが分かるわけですよ。ということで、あじゃあ債権者にも相達しなきゃいけないね。ちゃんとそういう勉強しておけば当日、どっちだったかなって言ったときに、思い出すよすがが全くないのか、あるのかって差が出てくる。ちゃんと丁寧に勉強すれば、まず頭に入りやすい。 思い出しやすいいが防げる思い出せるということになりますまずはしっかりインプットを丁寧にやっていくということが必要かなというふうに思いますで皆さんの中には年内からじゃあ当連なんかを使ってアウトプットやっていこうそうじゃないとアウトプットが間に合わないよっていう方もいるとは思うんですよ。 ただ、アウトプットから勉強すると、やっぱり丁寧にインプットできないですから、どうしても知識が上,上滑りになって、当日思い出せなかったりするし、あるいは基準点で打ち止めみたいなことになっちゃって、そこから上に行けませんと。どうしても荒い勉強になっちゃいますから、問題を覚える、問題を覚えるみたいな。そうすると、もぐらた,たきだったり、やっぱりそういうところの土台ができてないので、やっぱり年内はしっかりインプットしていく必要があるし、 先生、間に合うんでですす。か大丈夫ですちゃんとインプットしておけばその後の過去問ってスピーディーにできるんですよ。で過去問が時間かかるのは一つは「うん何だこれ」っていうふうに過去問をインプットができてない段階でやるとやっぱり時間かかっちゃうんですね。でもちゃんとインプットやった上で過去問やれば過去問はスピーディーにできます。だからあんまり慌てる必要はなく年内はあまあインプット中心ですね。でもちろん、ある程度、過去問は、 やるという選択肢はあるし、私はまあそんなにこうやらなくてもいいかなと、携帯出張所ぐらいやっとけばいいかなとは思いますが、ただやるって手もありますが、それでもやっぱりインプット中心かな、そのバランスは自分で考えていただければいいですけど。では6ページの過去には必要な知識。まあ、そのインプットに関してどんな知識が必要かというと、やっぱり過去問レベルの知識と幅広い知識ですね、古い過去問、密室の分野、改正論点です。ただ、皆さんが注意しなければいけないのは、しっかり予備校の講座やインプットテキストを使えば、 そういういのも載ってますからそこをちゃんとやればいいだけの話になります古い過去問を自らやろうとかあんまり思いすぎる必要はありませんで、えー、渋めの条文知識なんかもやっぱり出ていきますからそういうのもやっていかないといけないですね で例えば、えー、刑法で変な犯罪が出ましたとか譲渡担保が出てますとか不動産登記の総論がよく出ますとか、まあ、そういうのはもちろん毎年よく出るんでそういう問題が出ちまいましたってことは点数が低い言い訳にはできませんですからそこはしっかりやらなければいけない、えー、特に登記、えー、法ですね商業登記や不動産登記が規律では点数が取れるんだけれども択一では取れませんって方はやっぱりそういう分野をないがしろにしていることが非常に多いです。 で例えば不動産投機や商業投機特に商業投機なんか株式の投機だとか役員の投機だとかみんな勉強するじゃないですか規律で出るからでも択一っていうのはそれじゃないところがいっぱい出るわけですよねだからそういうところにやっぱり勉強していかなければいけないよということになります皆さんの出題者だったらそういうところから出したいと思いますよねどうせ株式は規律で聞けるからどうせ役員は規律で聞けるからじゃあ択一のところでは 持ち分会社出しとこうかなとか外国会社出しとこうかなとか印鑑証明の話出しとこうかなってなるじゃないですか。でしかも商業投機は8問しかないからそういうところから半分ぐらい出したら半分ぐらいしか株式会社には割り当てができませんでしたってことになってしまうわけですよね。え不動産投機は元々もともと16問あるから変なところから出したってやっぱりえー 記事と共通する分野もそれなりには出せるんだけれども、商業登記はもともと問題数が少ない関係で、割り当てられる数がやっぱり少なくなってくるというところはあります。では、えー、こんな話をしていきましたから、じゃあ具体的にどういう対策をしていくのかというところで、六ページの下のところから対策ってお話をしていきたいと思います。でまず、皆さんが講座を受ける、あるいは、 V マジックなんかのテキストを使って独学をするってことを考えていくとまず ① インプットトテキストの利用法ですねでまずインプットテキストなんですが合格でできるるレベルのものももがが掲載されているものを使うということとこ必要ですで世の中にはやっぱり分かりやすくて薄いと売れる傾向がありますからあそういうふうなとこに逃げるテキストなんかも、まあ、いろんな分野でよくありますけれどもやっぱり合格レベルが 載せらられれるとそれは多少難しく見えますから分厚くなりますからあの避けられる傾向にありますがやっぱり合格できるレベルの情報が載っているものをきちんと選んでいくそういうのもまあ予備校から発信されたりするでしょうからあそういうものをしっかり選んでいくことが必要ですであとはそれをしっかり読み込んでいくことが必要になりますがちょっと独学の方であればその読み込む時の注意点なんですが2つあります1つは受け,受け身的にならない ちゃんと思い出せるように勉強することそれがそこに書いてあるインプットアウトプットのようにってことですね今からお話をしていきますでもう一つは予定をきちんと立てることインプットの勉強の難しいところはこの2つですきちんと予定を立てることとああのアウトプットのように勉強することこの2つをきちんとやるそうじゃなければ何か読んでるだけで終わっちゃいましたしかも12月になったらまた民法ですみたいなそういうことになりますね だからこの試験っていうのはもちろん独学でも私は受かるかなとは思います受からないとは言いませんもちろん予備校の講座を使った方がまあ受かる可能性は高くなる方は多いとは思いますただ受からない試験ではありませんただその時に一番の失敗はやっぱりそこなんですよ自分で歯止めが効かないもうなんか民法なんかを勉強するときにこの事例はもしこうだったらどうだろうと架空のことを考えちゃうんですね もう受か覚えればいいのにこれをちょっと A が、えー、この前にやっていたけどその後だったらどうなるのかもしこれがこうだったらどうなるんだろうかなんでテキストを塗ってないんだろうか判例がないからです。判例がないってことは出せないわけですよ。架空の事例を引っ張り出してくねくね考える。でしかもそれをなんかですねあのずっと考えていると、えー。場合によっては質問なんかしてくると。 で、場合によっては SNS でみんなに聞いてみるとえ。こういうことをやっていたら絶対受からないです。進みませんから。ですから、まずは、えー、スケジュール通り進めるわけですが、そのテキストをしっかりまずやっていくこと。で、ちょっといきますよ。まず、インプットはアウトプットのようにってどういうことかっていうと、インプットって、皆さんはインプットとアウトプットを分けて、インプットはとにかく書いてあることを覚えるんだっていうふうに思いますが、私よく言うのが、インプットはアウトのように、アウトはインのようにって言いますが、テキストを読むときには、テキストを思い出せるように読んでいく。 ですから例えば、まあ、携帯使用書士なんかは、まあ、基本書ではないですけれども赤シートがついてます,ついてます、ね。赤シートがついてるので例えば赤シートで赤い部分隠してこれを思い出せるようにしていくそうするとほら穴埋め問題のアウトプットになりますよね。でインプットのテキスト V マジックなんか読むときにもそうなんですよ。 で、これは別に赤ートを使うわけではありませんが、例えば今要件を覚えたら閉じて要件を思い出せるよやってみる。これもクイズになってるアウトプットじゃないですか。ですから試験当日やらなければいけないのはテキストを見て勉強することじゃないですで。テキストに書いてあることを頭の中に入れて頭から思い出せるようにしていかなければいけませんから普段から思い出せるように勉強していく。え受け身じゃない勉強というのはちょっと覚えたら目をそえ、目を上げて 目をテキストからそらして思い出せるようにしてみるとこういう勉強がやっぱり必要になります。であとはしっかり、まあ、その覚えるべきところを覚えていくで理解するところは理解していくといった形になります。でえー、例えばですね場合によっては自分が予備校の講師になったかのように説明してあげればいいんですよ。えー、これはこうです。こういう場合分けがあります。 でさっきの場合分けをちゃんと説明するわけですすその理由はこうですで説明できれば試験当日自分でで説明してあげられるじゃないですかあこの問題が解けないっていう自分にあそれはねこういう場合分けがあるんですよ、えー、口頭弁論を経てないってことは理由がよく分かんないでしょだから理由の用紙でいいんですよああそうやねって自分で分かるんですよですからそういうふうに思い出せるようにするし場合によってはもう自分が講師になったつもりで自分に説明してあげるとテキスト見ないで。 ですから、まあ、私もインプットの講義なんかするときにはあの見ないでこう説明することもありますがでそういうふうに、まあ、説明するということですよね。とにかく思い出すことを意識する。で、今年の本試験なんかでよく言われるのは、引っかけが多かったです。で、引っかけは多かったです。で、要件が一つ書いてありませんでしたとか。で、場合分けがずらされました。でそれも きちんとテキストが思い出せるレベルで身についていれば、引っ掛けには引っかかんないんです。だから、引っ掛けに引っ掛か,かっちゃったって方は、いや、引っ掛けやなきゃ、引っ掛か,かんなかったのにではなく、それはちゃんと思い出せるようにしてなかったからでしょってことなんですよね。だから、まずはインプットのテキストをしっかりそのように使っていくということです。で、もう一つ、これが、まあ、まずはしっかりアるトプでやりましょうってことと、もう一つはちゃんと進めましょうってこと。 1>, 1月ぐらいまでにきちんとテキストの一通りを終わるように私は予定立てるときに、まあ、欲張んなくていいと思いますが年内にきちんと一周するで1月少なくとも1月ぐらいまでには一周するといった目標ですねこれを立てていただければというふうに思いますなぜそうしなきゃいけないかというとやっぱり自分で勉強する独学をしようとなると進まないですだって まあ午後の部の卓越問題と一緒でのの部の本試験問題と一緒でこれ時間がなかったら時間枠がなかったら時間の設定がなかったらゆっくりといてあれ6時間ぐらいかかるでしょで自分の勉強ってそうなんですよ。じゃあいつまでにやろうって決めておかないといや確かにこれ詐欺とか結構難しいなあなるほどなるほどなんてやってるうちに時間経っちゃうんですよ。ですからちゃんと目標を決めて例えば1月までに全部終わらそうと V マジックは8冊あるから8冊終わらそうってなったら もうそれはですね、きちんと、うん、その1月までの日数をページ数で割って、1日これぐらい進まなきゃなって予定を立てることですよね。で、そうじゃなければインプットは進まないということになります。 で、その下見てもらうと、インプット講座の利用法って書いてあって、で、先ほどお話した通り、このインプットのテキストを使う部分は予備校で代替ができます。例えば私の講座では v マジック攻略講座って形で、この v マジックのテキストを使って、インプットをしっかりやっていく講座を用意しておりますから、もうそれを使っていただければ、テキストを使いつつ、ちゃんと進めることができる。で、講座のいいところっていうのは、カッコの中に書いてありますが、理解の促進。 まずは理解がしっかりできるあなるほどねって自分で読むよりはスムーズに理解ができることとそれからペースメーカーになりますあ自分で進めるの大変だけど講義に乗っちゃえばこんだけ進むねっていうふうに進みやすくなりますよねだからそのお、まあ、次の講義に行かなきゃいけないっていう強制力がありますから講義を聞かなきゃいけないって強制力がありますから進めるということになりますでただ予備校を使うデメリットって一つあって 講義で時間を使いすぎてしまうだから皆さんも予備校を使うときに注意してほしいのは講座箇処分時間のきちんと半分以内に講座を納めなきゃいけないってことです。で例えば働きながら勉強してます。でそれなのにあ 2, 年2年目だからこういう講座がいいですよって予備校で勧められた講座がボリューミーな講座。そうすると聞いてるだけで終わってしまう。こういう相談本当に多いですからね。で、 なんでそんなボリューミーな口座が多いか知ってますお金取りたいからですよ。株式会社は営利社団法人ですって勉強しません金儲けするのが仕事ですよ、尾行は。ですから高い口座を売りつけるのが仕事なんですよ。で,でも皆さんは、まあもちろん悪口ばっかりしてないあの、ね、それがいい方もいますよ。もちろん時間がたっぷりあって、もうしっかり口座やってほしいと全部喋ってほしいっていうならそれはいいです。ただ、時間がない中で、 もうボリューミーな講座を取ってしまうというのは一つ失敗の大きなものになりますからそれがデメリットかなというふうには思います。で一応この V マジックの講座はそうならないようになるべく講座はコンパクトにユニット制にしてもうなるべくコンパクトにします。えー、どこをコンパクトにしたかというと難しいことをしゃべらないというのではなくもう誰もが知ってることはしゃべらない。でこれを言うとですねやっぱり不,不安に思う方いるんですよ全部しゃべってほしい。でも皆さんあの権利能力とはとはか 当たり前のこととをもう一度喋っっってててほしいいかか話ですよねでそれって時間の無駄じゃないかとだから皆さんが理解しにくいところとか本当に重要なところとかそういうところはお話をしますがもう誰もが知っているようなところは講義で喋れないことによって時間の無駄が防げるかなっていうふうには思ってるんですね。でも そこはもし難しい自分が覚えてなかったら不安じゃないか。だからテキストがあるんですよ。この V マジックのテキストは本来独学でやるテキストですから、読めばわかるようにはなってます。だからそういう部分はしっかり読み込んでもらって、で難しいところは手助けしましょうって言った講座を用意してるよとお言ったことになるわけですね。で、こういうふうにまずは独学でやったり講座をやったりしてインプットをしっかりやってもらう必要がありますが、その後まには過去問です。 インプットを今やってもらいましたがそしたらそれに並行して過去問やりましょうって形になります。でここで気をつけるのはアウトプットはインプットのようにって書いてありますけど過去問をまずは最終やるときには問題集ではなくもうインプットのつもりでやっていくということが必要になります。つまり過去問っていうのはまあ何ていうのか携帯使用書士の、えー、私が書いた本のこちらのですね、えー、左側のまとめたと思えばいいんですよ。 あこれよく出るからまた載ってるよく出るからまた載ってるっていうふうにもうインプット教材のつもりでやっていただければいいですねだから過去問が時間かかりすぎてしまうって方はこの年内なんかの過去問の使い方とすればもうはっきり言ったら読むこれがいいと思います読むったってまあ時々間違ってる文章がありますからそのまま覚えちゃいけないんですがまあ例えば 5秒ぐらいは考えるっていうのはいいかもしれませんが5秒考えて分かんなかったら答え見るぐらいでいいですね。もう一生懸命考えようとか言っていたらもうないものは出せませんから。でこれが数学の問題とかであればもう考えれば考えるほど考える力がつくとは思いますしパズルなんかであればもう何か考えてればそのうち答えが出るかもしれません詰将棋みたいな。でも、えー、知ってないものは出せません。だからもうインプットのつもりでちょっと考えて諦めて答え見ちゃうっていうのは一つおすすめではあるんですね。よく出る よよく出るこう知識集みたいいいに使えばいいわけですよしかも本試験で出る形で書いてありますからあこういう形で出るんだって分かりますよねだからよくまあ初学者のクラスでもうテキストで覚えたらすぐ過去問やりましょういどういう形で出るかが分かるからなんですよだからそんな形でえ過去問に関してはよく出る知識集みたいな感じでやっていただければあこういう知識が出るんだなっていうその分析というかそういうものをやっていただければいいのかなと思いますだから 本当にその問題が何言ってるかわからないっていう時でない限りあんまり解説って私は読まなくていいかなと思いますだって解説読むっていうのはほぼほぼ時間の無駄になる可能性が非常に高いんですねだからあのこの過去問集はもう解説が詳しくていいですみたいなそういう必要は全くないですよであの問題見てあこういう理由でこれ丸だよねほら丸だこれでいいじゃないですか で、わかんなきゃテキストに戻ればいいんです。テキストにわかりやすく書いてあるから。だってどうせ頭の中に入れるのはテキストなんですよ。で、頭の中にそんな何でもかんでも入れられませんから、テキストを入れていく。だから過去問っていうのは、そのテキストをどうやって頭に入れるのか、どこがよく出るのかっていうことの補助教材に過ぎませんから、過去問を入れるわけじゃないですね。 だから過去問で形を覚えてテキストを入れるので過去問の解説をそんなシャニムに読んで利用しようとか思う必要はありません分かればそれで終わりです分かんない時の補助輪に過ぎないわけですよねということであのこれはこういう理由で丸だほら丸って書いてあるよし解説読んでみよううん思っていた通りだこの時間がもったいないですから、えー、しっかり まあ過去問使うっていうのは確かにあるんですけれどもあんまりそこまで使い尽くそうなんていうふうに思う必要はないで逆にインプットのようにするということは事例を事例のまま覚えるのではなくきちんとキーワードを押さえて規範の形に戻して頭に入れていく必要がありますあ、えー、A が B を騙してどうのこうのあ詐欺の第三者はこういう要件で保護されるのねっていう形に分析をして分解をして覚えていくってことが必要になりますでその次です何年分解くべきか でれこもちろんレックの合格ゾーンなんかではもう昭和の問題なんかも含めて結構載ってたりしますが「先生それ全部やらなければいけないですか?」っていうことはよく聞かれますがじゃあ逆に聞きますけどそれ可能ですか全部 やって、しかもやる1年ででやるだけじゃないですよえ。しっかりその過去問をやったらやった分消化しなければいけないしテキストの暗記の作業だってやらなければいけないし記鬱の対策だってしなければいけないその時に過去問全部できますかと言ったらまあほぼほぼ不可能な方っていうのは多いかなと思いますでそれは別に責めるべきではありません仕事やりながら忙しいながらやってる中でその過去問全部やるなんてのは不可能ですよ で、全部やるのが不可能なのに「ほら過去問やってないから落ちたんでしょ」って言われたらそれはまあおかしいですよね。でできないことを進めてほらできないから受からないんでしょっていうのはやっぱりおかしいです。ですからまあ過去問はまあそれは不可能なことは要求しません自分のできる範囲でしっかりやっていけばいいかなというふうに思います。ですから例えば15年分ぐらいが、えー、まあ大体平均的なおすすめだと思いますが、まあ、それをやってもらうといった形。 でまあ、それ何よりもその下見てくださいどんな種類の過去問を使うべきかっていうふうに書いてありますが、えー、これも足別だとか五託の問題だとか年度別だとかあるいはセレクトされた問題集とかいろいろありますが、まあ、どんな問題を使うべきなのかってこともよく問題となったりしますけどここでもう少し手元、まあ、もう少し元に戻ると過去問で全部覚えようという必要はありません。 過去問で知識を網羅しよううと思う必要はありませんですから私はその前のインプットのところテキストのところでしっかり覚えていただければ過去問を昭和までやってじゃあそれで全部、えー、網羅しますみたいな話は必要ないかなと思いますあくまでもテキストを中心に勉強してその傾向を見たり問題を演習したり分析をしたりする教材であって結局はテキストに載ってればいいんですよ だからもう古い問題も出てますからじゃあ昭和で戻りましょうというよりはちゃんとテキストにそういうのステーションを載せましたって方がいいと思うんですよねだからテキストでしっかり覚えてでその補助教材として過去問を使うというのがとにかくまあ年内なんかでは重要かなというふうに思いますのでもう何年分解くべきかとかどんな種類の過去問を使うべきかってことにあんまり悩む必要はなくやっぱりインプットの方をしっかりやるべきだというふうに思いますただ悩めってようにできる範囲でやっとけばいいしで 年内に関しては足別でいいと思います。足別がいいいと思いますそれはどうしてかというとやっぱり一つ一つの知識をインプットする段階でごた択になってる意味ってないですよね。で知識がいつでも組み合わせで出てくるわけじゃないですからその組み合わせで出たのはたまたまその問題なだけですからその足足というものが一つの知識なんです。だからまあごた択の問題を使う時でも足足でちゃんと勉強すべきだし。 まあえー、足別の問題を年内はやっておけばいいのかなというふうには思いますただ足別の問題の弱点っていうのは一つあって、えー、組み合わせ問題であれば絶対その知識使わなくていいよねってものもしっかりやんなきゃいけないということになりますから、まあ、それはきちんとその足別問題集がセレクトされているいいだけの問題でそういうのを選んでいただければいいかなというふうに思います、まあ、足別の問題であればそのままゲーもなく乗っかっているものはほぼないので、えー、きちんとですねいらない問題は まあ削除されてるでしょうし重要な問題は載せてるでしょうしまあそういう問題を使っていただければいいだろうと思います。ちなみに V マジックの攻略講座ではこの問題だけやってればいいですよというえあのセレクトの問題集を用意しましたのでこれを講義に合わせて使っていただければ結構です。こんな感じですね。 でこれがまあ私別の問題集になっていますので、まあ、講義に準拠してこれだけしっかりやりましょうという形の問題集になっています。で五択の問題というのもありますがこの五択の問題に関しては勉強が進んだ段階でその組み合わせをどのように処理をするのかという段階で使っていただければいいかなと思います。だから五択の,の,の問題は直前期とか1月以降ですねえその時に その組み合わせをを選ぶ練習なんかをしていく本試験では実際に組み合わせを選ばなきゃいけないのでどっかのタイミングではその組み合わせを選べるように使っていくと。 いうのが必要になりますそのためには5択の問題5択ちゃんと載ってる本試験型の問題をやっていただいてえそこでどの足から読んでいくのかあどういうふうにセレクトしていくのかということをやる練習なんかもしていくもちろんそれは当練や模擬テストなどでも練習できますが練習の回数が多い方がいいですよねだから年内は知識として過去問を使うで年が明けたら一問一問時間計るんですじゃあこの問題2分でやろう この問題2分でやろうみたいな感じで時間を計って問題解いて、おの選択肢から見ましたとか、ああ短かったからみたいなそういう練習もしてもらう必要があるかなというふうに思います。では次です、丸さん、広い取材に対応するためにはと書いてありますが、これ、広く学習する、勝手に絞り込まないというふうに書いてありますが、これも先ほどからお話しているりあり、あのいろんな分野から出ます。だから私なんかもですね、まあ、講座のところで V マジックのテキストなんかでも、もうそういう場所的適用範囲みたいなつまらない範囲は載ってます。で、携帯使用者にも載せてます。だからそれを皆さんは勝手に絞り込まないってことが重要ですね。先生、これ、今年は出ないですよねとか言ってやらないのはなしですよ。でもちろん、もうその C ランクとか D ランクの難しい問題を絞るっていうのはいいんですが、もうしっかりどの分野もやっていく必要があります。勝手に絞らないいででくださいで 工場財団とかマイナーな分野っていいろろありますよね工場程度とかも含めて、えー、そういうところもしっかりやっていく方がいい,だい,いですしで何よりもマイナーな分野端っこの分野が出たら基礎的な知識で合否が決まりますからちょっとやってればできるんですよ。でこれが株式の分野だとか役員変更の分野だとか民法177条とかそういうところって深くやんないと点数取れないですけれどもあの そのマイナーなな分野が出たら基礎的なところでで点数取れるんですねだからやっぱりちょっとやればできるんですよ。だからしっかりそういうところは分野としてやりましょうって話になります。あとはその下、予想に頼らない。あ,のあんまり予想講座とか頼らないでくださいって私は思うんですね。で自分の人生ですから今年合格するかどうかは確実に受かりたいじゃないですか。その時に予想というような、うん、当たるも発見みたいなものにやっぱり乗らない方が私は 受かりやすいと思うし、自分の合格ってものをやっぱりそういうものに載せちゃいけないと思うんですよね。ですからしっかり全分野を勉強して、確実に合格できる力をつけていくってことが必要です。でも先生、予想講座ってどの予備校でもやってますよね。それやりますよ、儲かるもん。でも、じゃあそれに人生乗せていいのかっていう話は別ですからね。 ですから、しっかり全分野やる。ただ、予想講座、受けるなって話ではありません。営業妨害になっちゃいますから、受けるなって話ではなく、受け方の問題です。受けるときに、もちろん予想はある程度当たります。で、私も今年、あの、出陣式で、なんだかんだ言って予想はしてますよ。ですから、当たりますよ。それは、委任も出たし、受けようも出るって言って出たじゃないですか。ですから、それは出ますよ。でも、じゃあ、出ると言ったところしか出ないかって言ったら、出ますよね。で、ただ、 それはじゃあ予想に乗ったら受かる方は受かりませんよ。でも私も言いますよ。予想がよく当たるでしょって。でもそれは当たるんです。当たるけどそこに乗ったからといって受かるわけではありません。だからその予想講座とかその予想というのはちゃんと全分野を自分で勉強した上であここがよく出るからちょっと一回多くやろうかなとか。 その分野は深くやろうかなっていうふうに使っていくべきであってで予想分野だけやれば受かりますよねとかあそういうふうに勉強するわけじゃないんだとああいうところになりますでは7ページの方に行ってくださいで今度は、えー、勉強する時に知識を入れていくそのためにインプットをやって過去問やりましょうって話をしましたがでその後は今度は解放テクニックこれを身につけていく必要があります で実際には、当蓮とか模擬テストを使って、実際に自分の知識がが出せるようににしてていくってことが必要になりますだから、まあ、独学で勉強するっていうのが選択肢として、最近では挙げられてますが、ここはやっぱり当蓮とか模擬テストはやっぱり使った方がいいですよね。 ですから予備校を使うとしてもまあインプットの部分とそれからこのアウトプットのですねえ模擬テストや登壇これはちゃんと時間を測って新作問題を解くと本試験と同じような問題を解くというのはやっぱりその登壇や模擬テストでしかできないですからしっかりここは使ってもらった方がいいかなというふうに思いますでは行きましょうかただこの登壇の使い道ってやっぱり難しくてこの登壇というのがですねあの 知識を入れてていいいくっていう意味では、ははあんままり私は役立たないかなかとは思います。だから、あこの、当連っていうのを知識を入れていく。先生、当連で出た問題を全て覚えればいいですよね。いや、それよりはテキストやったほうがいいでしょ。過去問やったほうがいいでしょってなりますから、まあ、当連っていうのは、そういう使い道はないかな。でむしろ、当連っていうのは、その知識を出せるようにしていく演習ですよね。そっちので使っていく。 レックでは1月から3月に登廉がありますが、まあ、これはまた趣旨が違ってちゃんとインプットしたものを出せるかもっと言うとこの日曜日に登廉があるからそこに向けて勉強しようっていう意味ではいいかなと思いますだから別なんです。でもそこで知識をつけていくのではなくちゃんとその登廉に向けて勉強していく方がメインだというふうには思いますからこの登廉の使い方っていうのはその1月から3月に関してはちゃんと自分が勉強できる 目標としてて使っていくで、えー、4月以降の当連なんかでは、本試験型の問題で力を出せるようにしていくってことであって、あんまりインプットインプット、当連を一生懸命やって、当連に出たことを毎週毎週覚えていきますっていう使い方はあんまり好ましくありません。テキストで載ってますからで。むしろテキストに載ってないものを拾っていこうとか思う必要ありません。あの ちょっとこの分野はテキストにはあまり載ってません。それを拾っていきます。いや、テキストでしっかり載せればいいだけの話で載せてますからね。そこをちゃんとやっていけばいいですあ。で、話を戻します。7ページ、星野さん、解放テクニックを身につけるということで、しっかり解放テクニックは身につけてください。ただ、まあ、そのあたりにも書いてありますが、解きっぱなしで身につくものではありませんから、ちゃんと自分のケアレスミス対策ってことをやっていかないといけないということになります。 でこの介護テクニックっていうのはそのケアレスニスをしないっていうちっちゃな話だけではなく例えば時間内に解き終わるという時間配分ですよねでこの試験っていうのは多かれ少なかれ午後のもの時間配分が勝負を分けたりしますからその時間配分の練習を登練や模擬テストでしっかりやっていく必要がありますでその時に気をつけなければいけないのは単に闇雲に練習しても早くなりません先生時間たまかったんで次のファイナル登練の2回目ではもうちょっと早く解きます 何をって話になりますよねだからしっかり作戦立てなければいけないじゃあ択一は何分だな気鬱は何分だなで例えば択一から先に解くのか気鬱から先に解くのかってことも含めてやっぱりそこは緻密に作戦を立てていかなければいけませんだから解きっぱなしではなく解く前にきちんと作戦立てるところから始まります 択一から解くのもよし、気立から解くのもよしです。私は択一から解くことを進めてますが、もう気立から解くのもいいですよ。ただ、その時には、期日で何分経ったら択一に行くのかとか、一問、えー、不動産投機で使いすぎないで、ちゃんと商業投機に行くとか、ああいった作戦をちゃんと立てていくってことが必要になります。で、私が択一から進める理由は、みんなが択一からやるからですね、これが一番大きいです。 でもちろん、うん、他の理由もありますがみんながやるっていうのは一番大きいんですよだって規律がすごい難しかった時に択一からみんなやりますからみんな規律解けませんで解けなきゃ解けないで点数低くなるだけだからいいんですよみんな低くなるんだからでも規律がすごい難しい年に僕は規律からやったから規律はもう全然点数取れてますだけど択一に時間なくなっちゃいましたってなったら択一の基準点は下がんないんですよその年。 択一はみんな択一から解いて、択一で点数取れるから。 でえー、基準点クリアせずにせっかくいい答案が無駄になっちゃうことになりますよねだからみんなが択一からやってるんだから択一からやるというのがやっぱりそういう合理性もあるというふうに私は思ってるんですが、まあ、ただ気遣いでやるにしてもちゃんと注意すればそれは大丈夫なのでえきちんと作戦を立てた上で臨むでさっき言ったようにえこの作戦っていうのはちゃんときちんと立てた上で実行していかないといけないので本番だけで実行できるわけではありませんもっと言うと本番で実行できないことが多いです あの模擬テストではしっかり時間配分やってたんだけど本番では何か時間使っちゃいましたって方が多いんですよだから本番だけで成功するわけはないしむしろ本番の方が成功しにくいですだから緻密にやって普段から模擬テストでやっていかなきゃいけないんですよそうじゃなきゃ本番でできませんでそれでも本番でできない方が多いんだからということで例えば不動産登記で1時間経ったら商業登記に行くっていうのをちゃんと作戦立てるなら立てるでそれを実行する で本番でもうそれ以上不動産投機で付き合ったってするしは伸びませんからじゃあちゃんと予定通り商業登記に行こうって方がやっぱり成功するわけですよね。ということでそういうテクニックを、まあ、今回はまあそこに書いてありますけど、まあ、一例ではありますがきちんとテクニックを、まあ、そテクニックだってもっとそういう広い概念ですよ例えば本試験に何時に会場行くのかとか昼休み何を食べるのかってことも含めて当日どういうふうにやれば成績が 出るのかってここともこれもれテククニックに含めちゃいますだからそういうことも普段から考えておかなければいけない。でいつも言ってるんですがこの試験って一発勝負ですからね。普段きちんと勉強ができます成績取れてますその知識できます。本試験問題家に持ち帰ったら取れましたこれじゃダメなんですよ。本番で成績が取れないといけない一発勝負です。で私はこの一発勝負って非常にいいと思うんですよね。だって 試験当日出せるように練習しておけばいいんだから。で、私はあんまり一発勝負じゃないっていうのは好きじゃないです。あの、小学校とか中学校の成績って一発勝負じゃないじゃないですか。で、何かっていうと、普段から先生の目を意識しておかなきゃいけないんですよね。なんか、100点とか取ってもダメですよね。勉強態度が積極的ではありませんとか言って碁がつかないとかありますから、普段の成績で手を挙げませんとか。やっぱり一発勝負の方がいいですよね。っていうことになります。だって私、 あの中学の体育期末テストで97点取りました柔道の技とか全部覚えてで学年1位ですもうもうもうあれですよもう,ともう飛び抜けて1位ですよでそれで成績が2とかなんですよね体育まあ大体こういう人っていうのは体育の先生に嫌われるんであの嫌われたから成績が2っておかしいじゃないですか 何の話かというとだから一発勝負っていい,いいとこだと私は思いますでもその日に成績取れなきゃいけないので普段は勉強できましたそれを覚えてましたではなくそれを出せるようにしていくっていうのも重要な力だし、えー、当日力が出せなかったというのではなく出せる練習をしとかなかったんでしょうなんですよ。 だから、普段から出せるように、そういうふうなテクニックを磨いていかなければいけないし、ケアレスミスをするのであれば、しないように普段からやっていかなきゃいけないわけです。その仕組み作りっていうのをやっていかなきゃいけないよってことですね。ということでえ、カッコ2番、そういうことが書いてあります。ケアレスミスがあったら分析をする。時間配分が足りないなら足りれるように練習をする。まあ、それを普段からやりましょうということです。 だからもう早くから践選習すると書いてありますが単に当練を解きっぱなしにするのではなく緻密な作戦を立てて実行するではケアレスミスや時間配分のミスがあったらちゃんとそれを復習して次に生かすということをちゃんと当練の段階でやってくださいということを言いたいわけですよろしいでしょうかではえっとまあ次に星の4え記述式問題の攻略と書いてありますが え気づき問題、まあ、自分に何が足りないのかを分析をするところから始めましょうということでえ知識、ひな型、解放、演習ですよね。そのどの部分に足りないのかということをちゃんと認識してください。このあたりは、まあ、今回の夏のガイダンスでも何回かお話をしたのでえ端折りますがもうあれですよ例えばひな型これが足りないのにその後の演習ばっかりやってもダメですよ先生枠は埋めたんですけどて成績が低いですって方はいますがよく見るとひな型がかけてないんですよね。だからひな型はしっかりかけるようにしていく。 でこれもですね、やっぱり雛な形は雛な形でしっかりやったほうがいいと思います。なんか、えー、演習やりながら、雛な形も間違ったら覚えればいいやってやり方もよく言われますけれども、やっぱり雛な形をしっかりやっていかないと、その後の演習なんかで、本当の引っかけだとか、そういうところの解放が身につきませんから、ちゃんと雛な形は雛な方で、年内で雛な形集なんかを使ってやっていくのがいいかなと思います。いうことですよね。 であとは最後に「時間が足りない」って書いてありますがでこれもですね時間が足りないのを縮めなければいけませんがで先生時間が足りなくて記述の成績低いんでどうやったら記述の時間縮められますかって質問の中の半分ぐらいの方が記述の時間が足りないのではなく択一で時間使いすぎて記述の成績が低いって方も結構多いですから本当にそういうところまで分析をして何が足りないのかっていうことを考えてそこを埋めていくような勉強をしてください。 でえちなみにです、ね、この V マジックの講座ではえこの記述の解放のところについてはきちんと V マジック記述編という形で講座をやります。で私の解放というのは時間がない時に、えーまあ、解けるように基本的には答案構成用紙に構成はしません。だってコークオツクっていうふうに党規模にあるのになんでそれを移さなきゃいけないのかそれ時間の無駄でしょってところからスタートしてだったら党規模に書き込めばいいじゃないか。 という,ふうなところを思ってますですからなるべく答案構成用紙は使わないで時間がかからないような解き方これをやっていきましょうというところですね。 でそれを、えー、やりますだから V マジックの攻略講座ではまずその知識ひな形の部分は卓越編っていうその V マジックのテキストを使ったところでちゃんとやっていくしでそれを身につけた,身につけた上でじゃあ今度は解放やりましょうって形でその V マジック起立編のところで、えー、その答案構成用紙なんかを極力使わない、えー、時間かからない解き方これをやっていきますでもちろんその時間かからない解き方っていうのはメモをメモはしますけれども、えー、答案構成はしないということになりますね でいう形になりますもちろんそれが合わないって方はいるかもしれません。先生今まで書いてきたので書いた方がいいです。でもその書いて時間がもったいないならばどっかは書かないで済ませるとかああいう風にできるかもしれませんが でき,ますできますよねですからあのこの解放を学んでいくっていうのは決して無駄ではありませんあ極力書かないようにするあ自分はここだけでも書こうっていうふうにできますのでその省略できるところを探しっていうのはできますよねだから私の解放というのはそういう部分部分で使えると思いますから是非その攻略講座の記述編も受講していただきたいというかセットになっておりますからあそこもサボらず受けていただきたいというふうに思いますでは8ページの方にいってください で最後に学習計画と講座の話をして終わりにしたいと思いますがえ8ページの3番「合格できる学習計画」と書いてありますが特に独学の方はこの計画は最終日点に命ですからね計画が進まなないいっていうのののは独学一番の怖さなんですよだから予備校の講座を利用するメリットはその計画性を立てて進められるってことが一つあるし。 えー、そのですね計画をしっかり立てていくっていうのはやっぱり難しいのでしっかり立てていきましょう。で、1、独学の成功の成否は計画にありと書いてあります、えー。少々試験の難しさは範囲の広さですだから計画を立てて守るということがもう絶対条件ですね。で、3、具体的計画です。年内はインプットをしっかりやっていくで1月から3月は実践週ですね。 でレックなんかではこの1月から3月に当練はありますからさっき言ったように独学でやろうっていう方も当練は使っていただくそうすると1月から3月が科目別の演習になっておりますからその科目別演習を予習して受験するというのが一般的な王道な使い方ですおすすめです例えば今回は民法の物件が試験範囲だからじゃあ1週間物件やりましょうとこういった形でやっていくんですよ じゃあ一週間何やるかっていうと、年内にやったインプットテキストの復習、過去問の復習です。つまり、えー、当連の予習というのは年内の復習です。これを一週間かけてやるわけです。で、そうすると、その一週間で復習することによって当連のペースに合わせれば、1月から3月で年内でやったことの復習が一回できるんですよね。ここでやっぱり2回目の復習ができることによって時間、 あの効率よく復習がででできるるわわけけすすすパワップだから直前期に初めて総復習するのではなく年内あるいは1月ぐらいまでにインプットを終わらせておけば、まあ、V マジックの攻略講座でももう主要科目は年内に終わるしちょっと1月に飛び出ますが終わりますよだから1月から3月にこの到例に合わせて復習をすることによってパワーアップができるよでどうやってパワーアップするかってやっぱり予習していくことですで予習する。 でそのの予習習が年内の復習になってるわ何で,でこれがいいかっていうと週末にテストがあれば頑張るじゃないですか。で皆さん7月に目標があったら今ってそんな集中できないわけです。1週間後にテストがあったらその範囲がしかも決まってるのであればやるじゃないですか。これをしっかりやってほしいんですよ。そこで成績を上げてほしいんですあの。中学生とかに勉強しなさいってあってやんないじゃないですか。 勉強しなさい,いや今のでやる気なくなったとか言うわけですよね初めからやる気ないのにでそれと同じことだから7月に試験があるよりは1週間後に試験があった方がやりやすいのでしっかり1週間かけて予習して当練をやるそうすると何がいいかって当練に終われなくて済むんです1週間ちゃんと勉強してで当練があるそうすると当練でいい成績取ろうと思って勉強すれば絶対一生懸命やる覚えようとするテキストを閉じて思い出そうとするもう背に腹を変えられないからやるんですよ そうすると、当連でいい成績ができる、で、いい成績取れれば復習が少なくて済むという、いい循環に乗れるんですね。 ですから、ぜひ1月から3月はそういうふうに勉強してもらいたいなと思います。で、起なんかも実践演習、述のテストもついてますから、年内でひな形や知識を身につけたら、1月から3月にそのような演習なんかができるよといった形になります。で、4月から6月は、もう総復習の直前期ですよね。で、直前期は直前期でやり方がありますから、それはまた後で3月ぐらいにどうなる、今年の本試験などでお話をすることができると思いますが、とにかく3期に分けるってことが重要ですね。 年内月月月月から3月4月かららとこれをとりあえず3月までにインプットしますっていうとそのパワーアップする3か月はなくなっちゃいますだからしっかりこの1月から3月の当連って本当に大事なんですよで特に当連的にもこの年内の当連が一番本試験に出やすい問題が出ますファイナルレンっていうのは年内の当連よりは本試験で何が起こるか分からないから難しめな問題を出してきます だからこの1月から3月の登壇がやっぱりどう使うかによって成績で上がってくるのでもう講座なんかでもちゃんとそれはセッティングされてますし独学の方もそういう登壇はしっかり使っていただくことによって合格可能性が上がるかなというふうに思います。では最後に4番のところで V マジックの攻略講座の話をして終わりにしましょう。 でえー、来週からですねちょうど開講していきますので,で今言ったコンセプトに基づいてまあ独学の方ももう独学でやるよりはこの講座を使うと受かりやすいよっていうコンセプトもあります。ですかかかからら皆さんが、えー、その復習だとか暗記だとと暗記それから 演習だとか自分でやらなきゃいけないのは事実です。だからそれは独学力ですよ。それは鍛えなきゃいけない。でも、それを自分で独学でやってしまうと、さっき言ったように計画倒れをしてしまったり、進まなかったり、理解が進まなかったりする。だからそのようなものをどういうふうに予備校が手助けできるのかということを考えていくと、まずはもちろん理解はしてもらうためにインプットの講座があるよということになりますよね。それからもちろん復習はしていかなければいけませんが、復習をしやすくします。だからまずは、 この V マジックテキスト自体が復習しやすいですから、もう講義でお話をして、V マジックのテストで復習をしていくと。で、その後に過去問は自分でやらなきゃいけないじゃないですか。これもまた難しいですよね。よまあ、今、過去問ってどんなの使うのとか、こういうふうな議論もあります。でも皆さん大丈夫。この V マジックの攻略講座では、過去問厳選されてますから、これをしっかりやっていただければいいんです。講義に準拠してますから、どれをやればいいんだろうなんて迷うこともありません。 でも、過去問って自分で解くの大変じゃないですか。でも解かなきゃいけないですよね。ですから自分でやらなきゃいけないのは事実です。でもそこにフォロー講座ついてます。だからちゃんと,と解いてもらうんですよ。自分で解いてもらうんだけども、解き終わった後にフォロー講座を受けることによって、この問題難しかったでしょここがポイントですよっていう解説をつけます。ですからそれをつけることによって、過去問も使いやすい。つまり独学でやらなきゃいけないのは事実だけれども、そこに補助輪をつけてあげることによって、進みやすくしていくといった形になります。 ということで、この V マジックの講座ではインプットの講座自体をまず一番最初に,に集中的にすることによってまずユニット性ですですからその集中的にすることによって無駄な時間を使わなくて済む予備校のデメリットっていうのはやっぱりこの講義で時間使っちゃうだから講義は極力短くする。 まあその分重要なポイントや難しいところ独学でできないとことをお話をしていくで復習もやりやすくしていくで、えー、復習の過去問も厳選してるしそれからそこにフォロー講座もついていく、えー、こんな形で、えー、搬送していくことによって勉強がしやすくなるし講座を ちゃんとついていけば計画的に勉強することもできるようになります。まあこういうふうな講座になっています。それから先ほどお話した通り、記述式についても解放の講座もついておりますから、そこでバッチリ解放を身につけることができます。で、当練、模擬テストもついてますから、とえー、年が明けたら、さっき言ったように1月から3月の実力アップ時期、それから直前期なんかの当練も講座をやっていただいたら、申し込んでいただいたら迷うことがないかなというふうに思います。で、8ページの下のところで講座の使い方なんですが、 この V マジックの攻略講座はいろんなレベルの方が受講できます。ちょっとですねまだ力が足りないんですけどという方も安心して受講してください。それから自分は結構もうできるんですという方も受講することができます。どうしてかというとまず、カッ2番のところで講座の利用法と書いてあってちょっとですねまだ知識が足りないという方は予習型予習をして講座を聞いてもらうそうすると講義が聞きやすいですよね。で予習しやすいテキストですから。 でそれから、えー、9ページの頭のとこで、えー、自分はもう自助が十分ですって方は復習型でこの講座はほら講座の中ではそんな簡単なことばかりしゃべるわけじゃないですよだから時間が無駄になりませんからもうレベルが高い方でも安心して受講ができますその分復習をすればいいんですえい、ー、った形で予習型復習型で使ってもらうことによってもうどんなレベルの方でも対応できる講座になってるよという形になりますだからあちょっとまだあ基準点足りないんですって 方も安心して分かりやすいテキストで勉強ですできますから受けていただければいいし、えー、もう実力十分ですとい、えー、う方も受けていただければいいかなというふうに思います。でちなみにもう合格できそうですって方も受けていただいて大丈夫です。でどうしてかというとあの合格できますって方はどうしても勉強をやる気ないじゃないですか。その時に一番いいのはもう行政書士とかの勉強をしてもらうというのも一ついいですし、あとは講座を申し込んでもらうっていうのがいいんですよね。 受動的でも勉強進みますからえでも受かるのに申し込むんですかお金が合格者返金があるんですよですからあのもうどうせお金返っていくつもりで受けていただければもうそれで受動的に勉強ができるしでもし受かってなかったら勉強しておいてよかったなってなるじゃないですかあの、まあ、もう一つ余計なこと言うとこの V マジックの講座はあの 合格者返金になると、普通テキストをレクに返さなきゃいけないんですが、ちゃんと手元に残りますから、安心して、そういう方も申し込みができるかなと思います。まあ、それはいいんですが。で、あとはですね、9ページ、ごめんなさい、最後のところに、具体的なスケジュールと書いてありますが、この V マジックの講座はユニット線になっているのでえ、つまり通信の方でもどうやったら受講できるのか、受講しやすいのかってことを考えると、ユニット線にしました。つまり普通の予備校の講座っていうのは、3時間1セットで、 え忙しい方がよく言われるのが、ちょっと忙しいので3時間は聞き通せないので、1時間半、1時間半で分けて聞いてますって方が多いんです。だったら、1時間単位のユニットにすればいいじゃないかってことで、1時間単位のユニットにしてます。しかもそこでやる範囲を明確にしてますから、あ今回は一生児ですね。今回は代理ですね。やることも明確にした上で、ユニット制にしてますから、じゃあ、月曜日のところでユニット1を聞いて。 えー、火曜日でユニット2を聞いてみたいな形で1日1時間聞くという通信の使い方もすることができます通学生の方は普通に講義を聞いていただければいいですし通信の方はユニットごとに聞いていただくっていうそういうやり方もすることができますですからレジュメの10ページのところを見ていただくと、えー、例えば通信制の2というところのスケジュールであ3時間の講義を3分割にできるんですねだから今回はユニット1 ユニット2って形で1週間でででユニット6まで聞けばいいんですよそうすると例えば通信生の方でしかも専業受験生の方のモデルを下に書いておきましたがあユニット1を聞いてその復習をしてその分野の問題を解いて読み込んで携帯収集やればいいんだなとかなり。 明確にやることができますから予定通り勉強を進めることができるかなと思います。もちろんもういろんな使い方があると思いますのでそのあたりは個別に相談なんかもしていただければいいかなと思いますが、まあ、そのううような講座になっています。で今回は、えー、どうやって独学で勉強を成功させるのか独学力というのは一体何なんだってお話をしてそれから、えー、それをどういうふうにもっともっと効率よくやっていこうかと、えー、いうことで V マジックの攻略講座がありますからそのお話もさせていただきました。では山。えー 山の日ですよねに、えー、こんなお話をしてきましたけれどもぜひ有効に活用して、えー、勉強の方ですね頑張っていただければと思いますそれでは最後までお聞きいただきありがとうございました